漫画新連載研究会議室,会分室はい、はいえー、この番組は毎週一本新連載を一本かな選び考察していく番組です <laughs> はい、はい、後藤です, <laughs> 鏡です、ね、ちょっとあのしどろもどろになっちゃったのはね今回ねどっちの作品扱うみたいなのをね最初から迷ってたんですよねまず少女漫画のリボンのやつやってみようかって言って。 でもね、うん、分譲リフレクション、はい。はい、どんな話ですよ。行っちゃう。堀越学園っぽいところに入学した。はい、うん。そんなに活躍してない。主人公のヒロインが。はい。入学イベントのロミオとジュリエットで。ヒロイン役を。になって、なって。で。うん、幼馴染の。 人気の男の子は、ロミオになったけど、仕事で来れなくなったんで、代わりの人が、代わりの男の子が、ロミオを急遽やってくれました。はい。それはそれとして、そして、ヒロインには、この道へ進もうと思ったきっかけとして出会った、昔見た映画に出てきたかっこいい男の子がいて、その子が会いたがっていた。そうだ。はい。その急遽を変わってくれた男の子との関係は、まだわからない。そうだね。<laughs> まだわからない。 そうだよね。何の関係があるんだろう。わからない。わ <laughs> からない。<laughs> そうだね。でも髪の毛の色とかちょっと似てたね。<laughs> なんかね。<laughs> あのすごいキラキラでしたね。<laughs> 眩しかったですよ。眩しかったですか？うん、そしてじゃもう一本じゃ迷ってたな。これも紹介しますか？はい。えー、っと通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか？ヤング エースヤングエースアップうんはいでやっているお話これまだ第ゼロはあがウェブゲ、えームでよっていう感じでしたねさあどんなお話でしたかこれはこれはなんかこの世界では M M O R P G が、うん、国家が運営していて、うんうん、なんかどうも実際にリアルにゲームの中に入れるよしくてで今度その行われる M M O R、うん MM、P G が お母さんと息子のペアで入ると、ものらしくて、で、お母さんが、あの、息子と冒険に行く前に、身支度をする。<laughs> 着替えを用意したり、同じ香りの柔軟剤を持って行ったり、戸棚に残してあったおせんべいが湿気そうだから持って行ったりと、そういう荷作りをするお話です。<laughs> そうですね。はい。 <laughs> いや全然この2つって本当にめちゃくちゃ対照的だねっていう話をしててもう選べなかったんだよね、えー。<laughs> いやもうあれなんだなと思ってこの男性向けの青年子向け青年誌かなとかはもうあれだ異世界に行ったらなぜか女の子が寄ってきてハーレムとかいうレベルですらないそうはい。 そんな恋愛などといいうまだるっこしととはしたくない <laughs> ううもう恋愛とか怖いじゃないですかつ、ね、辛い思いもあるしストレスもあると、うん、もう無償の愛をね受け続けられる母の愛まで来たんだというね <laughs> <laughs> もはやね母がね愛してくれることに理由はいらないんでそれをひたすら享受するということになるんじゃないかなって勝手に思ってるだけだけどうーんあの。 すごいと思うですね、かたやこっちの少女漫画はこれからね、まずもう2人、3人、2人いるしね、これから幼なじの男の子と、昔憧れた男の子、どっちを選んでいくのかという、これからまさに、キラキラとした未来が待っているという感じと少女漫画の方だと、現実ベースなんですよねの芸能界で頑張るっていう前提があった上で、 2人の男の子が多分恋の対象として出てくるとそれに対してねこちらはおそらく異世界がベースとなりゲーム世界がベースとなりお母さんから無償の愛を受けつつ多分お母さんがすごく強いといろいろ象徴している求めているものがねちょっとねこの2つのケースだけをベースにそこまで話をね広げちゃっていいのかなって気がしますけどリボンは師匠 多分かなり年齢が低い小学生中学生あたりをベースに向けた女の子たちじゃないですかやそっちの方はランドベがベースなんでかなり高いですよね年齢層が。20代とか30代とかだと思うんですけどもしかするとそういう若い者向けにはこれから現実にはキラキラしたことがあるよとか恋とか恋愛とかあるよって感じで。 片山20代、30代は、もうお前らもいろいろ経験してきただろう、現実とかさ、恋とかさ、異世界でお母さんの愛に包まれようぜっていう、そういう読者傾向けなのかもしれないですね。いや、そういう、この日だと比べると、本当そういうことになっちゃうよね。あねまあリボンもね、いろいろあるだろうし、ね、ヤングエースにもね、ほかにいろいろあるでしょうから、まあね、ひと言で簡単には言えないんですけど、 今、この手元にある2冊を見ると、そんなことなのかなと思ったりもしますよねいや、母の愛、すごいな、もう母の愛なんですね。それ、もう、お母さん可愛いみたいなところに、もみんなついていけるんですね。なんかこう、もうなん、なんていうか、もう、いろいろ、本当に、心情的に次のステップに行かないとなかなかついていけない <laughs> 俺もそう思います。やっぱね、実母はね、萌えの対象とかできないですよね。<laughs> 上司的に考えて <laughs> そ。そうだよね。基本的にはね。でもさ、妹が、妹に燃える漫画あるじゃないですか。そうですよね。ね<で>、うん、あれもリアル妹がいる身からするとありえないんですけど、成立してるってことはあり得るんですかねでも、リアル妹がいないから妹燃えが成立するんだとすると、うん。<laughs> リアルマザーはいるからね。いるからね。大抵ね。<laughs> 大抵の場合ね。うん、実際、これね、原作もすごい売れているっていう話も、ねね、伺ったんですけど、どっちの方向なんですかね、本当に萌え,萌えでお母さん可愛いになっているのか、それともなんかやっぱりコメディー、ギャグ主体なのかっていうのはちょっとね、うん、どうなのかなというのはあるけど。でもなんとなくですけどね、うん、コメディーとしていくら質が高くても、今の時代、キャラがまってないると売れない,ないんじゃないですかね。うんうん キャラ可だかてねじゃあみんなお母さんに「もやもやしている」の <laughs> <う>かな <laughs> でか,かたやじゃあ少女漫画の方をねうん、うん、これはもうあれだなと思ってもう遠慮なしでもう夢,夢のこうだったらいいなっていう状況を詰め込んでいくっていうのでいいんだろうなと思いました。 あと少女漫画読んでて思ったのが、うん、こうなるのかなって展開が全部なるっていう、うん、<laughs> そうだね <laughs> そ,そこにあんまりなんかいらないんでしょうね多分そうなんですよね<の>多分だって僕らはそれを何度か見た展開とかでなんとなくこうなるのかなって思うかもしれないけど、うん、それが初,初体験なわけですからそこで遠慮する必要ないだろうし、うん、<laughs> じゃあジャンプとかもやっぱそういうことなんですかねうんうんうん うん、キャラクターの立て方とかもなんか本当にうん王道っていう感じなのかなと思いました後藤先生たちからの少女漫画のヒロインだとそんなに自己主張が強くなくてもいいみたいなこと言ってましたよね。言いましたね、これは僕も聞いた話なんですけどね編集部でやっぱりそういうふうに言われるということが多いと<ー>そのあまり主張のない、えー、プレーンなキャラクター読者が感情移入しやすいようにま,まるで水のようなね。うん エロゲーの主人公なのかもしれないですねでなんかやっぱりできてるよねみたいなんかそういうす,すごくその主人公に癖がある、えー、女の子の方に癖があるわけじゃないじゃないですか、えー、でちょっと天然で頑張り屋さんっていうところぐらいでいいんだろうなと思っていて、うん、やっぱりあとは男の子なんかプレ,ーンプレーンだからこそ自分だったらこういうリアクションするかなとか自分だったらどうするかなみたいなのが 入ってくるのかもしれないですね自分を投影した時にこのクラスで私がいたらどうなるかな,みたいなちなみにもしそれが全作品に言えるんだとしたら「うん、リボン」って、うん、どの作品見ても主人公はプレンなんですか、うん、渋丸子ちゃんのぞく全作品がそうではないと思うけどなリボンを全てチェックはしてないけど僕は実際はそうは言われても、うん、ちょっとこれより年齢層が高い。 えー、マーガレットとか、そのあたりの年、ね、齢、ね、の少女漫画とかになってくると、僕そんなに今、うん、その無色透明な、ね、水のような主人公って、 なのかなっていうとそんなこともなくなってきてないという気はしててつまり今はもう女性主体の女性主体の女性も活躍する社会になってきてですねそんな無個性な女性が求められるということでもなかろうよというのがあってなんかそういうことを言うなんかもう本当にプレーンじゃなきゃダメなんだよっていうのはなんかもうちょっと若干古いんじゃねって思っていはした。 まあだけど、リボンの今回に関しては、まあその手法でという感じなんだろうね。まあでも読者層にもあるのかな読者がやっぱりまだ自信があるんだと思うんですよね。自信も未来もある若者、小学生。だから私、私だってこれからこの芸能クラスに入れるかもしれないに確いう夢がまだあるわけじゃないですか。だから、それだったら、やっぱり私だったらどうするだろうという、 ような想像を膨らませるためにはフレーンでいいんだろうなっていうですよね。うん、か確かに三十になったらもう彫越学園入れないですからね。そうなんだよね。うん、もう異世界に行くしかない。異世界に行くっていう需要はだって異世界に入ったら自分だったらこうするかなとかなんかもうそういうような見方じゃないですよね、うん、やっぱり。 そういうような見方のものもあるかなでも今回のお母さんのやつに関してはやっぱり自分だったらどうするかなという主体的なことよりも、うん、お母さんがやっぱり派手できっと二回攻撃ってすごくてうわすげえ結構受け身な精神なんじゃないかなとは思って,てう、ね、むしろ視点はどっちになるんですかねお母さんか子供か、うん、そうだねちょっとまだこの段階ではわからないけど、うん、ゼロではお母さん視点でしたけどうん、うん しかし少女漫画ってそういうことは、まあ書いてる方はだって、まあもっと年上なわけじゃないですか、その夢を諦めていないビジョンを持ってなきゃいけないですね。書いてる方は。そうですよね。そうですよね。でもそれ言ったら、我々も少年誌とかやると、少年の心を忘れないのが大事なんじゃないですか。なるほど。ね 諦めちゃダメですよいろいろねうんそんな感じはいじゃあまとめとしてははい小学生女子の未来には夢があるそうはいんか我々に夢がないような感じじゃないですかそんなことはないそんなことはないよね年を取るとね夢っていうか目標とかになってきますからねなるほどうんすごい現実的なね そうだね、来年の年収を300万超えるかなとか、うん、そうだねそうそう仕事とかの中でね目標や夢を持って働き始めると癒しが欲しくなり <laughs> そっちの担当になってるわけですよね漫画 <laughs> さんはん <laughs> よしはい <laughs> お母さんでもいい癒してくれんなら <laughs> よしあと加賀美先生あれご著書の説明もしましょうよせっかくなら10月の4日、うん まあこれ撮ってる今日なんですけどちくまプリマー新書から「リアル人生ゲーム完全攻略本」というですねどんな,本なんですか人生は MMORPG であるという前提で、うん、神がゲームディレクターなんですよ。で毎日のようにプレイヤーつまり人類から苦情が来るんでその神が上司の神に怒られて <laughs> もっと分かりやすく。 説明書を作れとなるほどで、いやいや説明書を書いて渡すんですけどまあ人類大混乱に陥って面白そうだなその後人類がよくよく精査したらこの説明書全然使えねえじゃねえかってことで人類側が攻略本書き直すっていうなるほどねっていうのを強調でやっておりますはいじゃあここら辺に買ってねみんなよろしくお願いします Amazon の URL とか出しておきますかはい。はい よし。じゃあ、そんな感じです。はい。なんかね、その、あの、本を売る方法とかをですね、ね、心霊祭研究会の中では意外と話題にしてたりするので、そういうコツやポイントも我々ちょっと実践したり、実験したりしていこうと思っているので、はい。ね、あの、本編の方もよかったら入ってみてくださいね。はい。よし。じゃあ、そんな感じで、また来週。また来週。はい。